はい、どうも皆さんこんにちは、ピオキングです。今日はあつ森をやっていくんですが、動画以外のところでも少しずつやっていて、やっと鏡をね手に入れることができました。で、その鏡をね手に入れることによって見た目をね変えることができました。これ可愛くない？この見た目結構お気に入りなんだよね。そしてさらにね、マイル、今右上に表示されている通り7980まで貯めることができたんで、今からタヌキチ、社長のところにね5000マイル、この移住費用っていうのかな、それを返しに行きたいと思います。結構必死で動画以外のところでも貯めたんですよね。5000マイル貯めることによって何が起きるのかな。移住パッケージのマイルを払いに来てくれた、5000マイル払おうか。払ったらどうなるんだろう。毎度あり。よし、これで確かに頂戴した。支払いも済んだし、あとは自由に暮らしを楽しんでもらったらいい。ちなみにピオキングさん、テント生活の具合はいかが。いまいちだよね。もうテントの中ね、僕のテントの中見たらわかると思うんだけど、物が散乱しまくってて狭いんだよね。ちなみにもしどうしてもテント生活が我慢できないなら、この移住パッケージではご希望の方にマイホームを建てるオプションサービス。いいね、マイホーム建てたいぞ。もちろんこんな離島にお家を建てるのは大変だから、それなりにお値段が張っちゃうけど、マイホームの購入にはローンを組むことができる。マイルでローンを組むってことかな。お家で快適に暮らしたいなら相談してちょうだい。お、今すぐ相談しよう。それともう一つ、ピオキングさんのためにタヌキマイレージのマイル交換サービス登録が完了した。これからはタヌポートにアクセスするとマイル交換サービスをご利用いただけるから、こちらもぜひチェックしてみて。それじゃあ今後とも無人島生活を楽しんでちょうだい。よし、早速ね家のことを聞こう。で、マイホームを持つ決心がついた。テント生活も楽しいけれど、本格的に根を張るならお家の方が広くて快適。いいね、お家98,000ベル。高い、めっちゃ高い。ちょっとお願いしてみようか、持ってないけど。それじゃあ工事の手配を進める。ちなみに屋根の色は8色の中から選んでもらえる。え、待って、俺お金持ってないんだけど、どうしよう。他の色、何色があるんだ。あとここはやっぱり赤にしよっか。やっぱゲームの中の家の屋根って言ったら赤っぽいよね。そうなのかな。自分で言ってんって思っちゃったけど、赤にしよう。マイホームを購入された方はタヌキマイレージの会員ランクも昇格させていただく。え、俺98,000ベル持ってないけど家建てれんのかな。え、会員情報を更新しておいた。今後はタヌキマイレージのアプリを開くとタヌキマイレージプラスのサービスが利用できるようになっている。タヌキマイレージプラスっていうのは特別な条件で追加のマイルがもらえるお得なプログラム。詳しい説明はアプリを起動した時に出てくる。よし、それじゃアプリもね起動してちょっと見てみよっか。とにかく明日には素敵なマイホームが完成してると思うからお楽しみに。やったね。え、98,000ベル持ってないけど大丈夫。これでね家が完成するのかな。ちょっとテントのところまで行ってみようか。あら、まだテントなんだな。明日には完成するって言ってたから、明日だよね。リアル明日だよね。それじゃあ次の動画を撮るときに完成してると思います。で、ひどくない？この散乱状態やばいんですよね。ジーパンとか靴とか買っちゃって、ちょっと置くところ、そして持ち物の中がいっぱいだからね、テントの中にぶち込みまくっちゃってるけど。で、さらになんか生き物を社長にどんどん渡していったら、なんか博士がこっちに来て、あ、みんなの家変わってるんだ。そうかそうか、みんなの家も変わってるんだな。で、さっきの話の続きなんだけどね、博士が移住してきたんだよね。で、博士にねまだ話してないから、ちょっと話しかけてみよっか。このフクロウ博士だったっけな、フータか、そうそう、フータさん。私、フータと申します。ピオ島の生態系に興味を持ちまして調査のためにやってきた。このテントの場所を決めてくださったピオキングさん、そうです。
いやはやおかげさまで無事移住することができました。調査のためとは申しましたが、私この島に博物館を建てて永住する決意で参りました。今後新種の虫や魚を発見されました際にはぜひこちらにお持ちください。いやちょっと待って、一番新種なのはねあなただと思うんですよね。喋ってるもんねこの袋。そして可愛らしく緑のリボンもしてるし。ちなみに肝心の博物館ですが、こちら少々問題がございまして、どうやら開館の許可をもらうためには展示品の数が足りない。少し前まではとりあえず箱だけ作るなんてことも日常茶飯事だったのですが、最近はさすがに厳しくなったようで、ちなみに私のプランとしましては虫と魚以外に化石の展示室も作りたいと思ってる。見たところこの島には川の向こうにも土地があるようですが、ああいう未開拓の場所にはロマンと化石があふれていると私は思うのであります。どうした、無人島生活っぽいいアイデアがあります。ピオキングさんのスマホにちょっとデータを送りますね。スマホ持ってるんだ、どうやって触んのその手で。え、触れないでしょその手。島で手に入る木材を集めて長い高飛び棒に加工すれば棒高飛びの要領で川を越えられるはず。化石を掘り起こすのに必要なスコップの作り方と合わせて DIY 用のレシピを送りましたので、もしよければ川の向こうに化石を探しに行ってみてください。お、なるほど、橋を作るんじゃないで高飛びで行くのね、向こう側に。しかもスコップをちょうど欲しかったんだよね。そして展示品があと15種類必要なので寄贈のご協力をお願いします。 OKOK、まあ、15種類の生き物を持ってくればいいってことでしょ。それじゃあね、早速 DIY でスコップ作ろっか。その前にタヌキマイレージプラスをね見てみたいんだよね。そうそう、会員ランクが上がったからこのタヌキマイレージプラスをちょっとだけ見ておきます。プラスボタンでタヌキマイレージプラスっていう項目が増えてるんですよね。そして種まき花咲かキャンペーン、これどういうことだろう。花を3つ咲かせるとこのタヌキマイレージが 100×2 もらえるってことかな。でショッピング奨励キャンペーン、5000ゴールド使えばいいのかな。多分ねそういう意味だと思うんですよね。それじゃあちょっと気になったスコップの作り方をまず見てみようか。硬い木材が5個いるのか、そして柔らかい木材が5個で高飛び棒か。オッケー、まあ、そのためには木をねぶったたきまくらなきゃいけないから、ちょっと木をぶったたきまくって硬い木材と柔らかい木材を手に入れましょう。しょぼい斧を持つ。オッケーオッケー、で叩きまくる。オッケー、でこのねちょっと黒いのが硬い木材で黄色いのが柔らかい木材でしょ。今のでねもう2つ手に入れたんですよね。よし、これで硬い木材5個と柔らかい木材5個集まってないな。柔らかい木材あと2個か。柔らかい木材があと2個。お、落ちてきた落ちてきた。よし、これでスコップと高飛び棒が作れるはずだから、ちょっとねそれを作りに行きます。この木切りたいな。で何か作る。で高飛び棒とスコップを作りましょう。よし、それじゃあ高飛び棒とスコップを作ったから向こう側に行ってみよっか。初めての場所だ向こう側は。どうやって行くんだ高飛び棒は。え、高飛び棒なくない、これ。これを手に持つ。そしてここで A ボタン。すごいこの子、すごい身体能力、見てこれやばくない。こんなんできる人なかなかいないよね、こんな小さな子で。それじゃあ初めての開拓地に行きました。え、なんかある、これ、なんこの星型のやつ、なんだろう、取れないな。スコップで掘ればなんか出てくるってことかな。それじゃあスコップに変えましょう。スコップはどれだ、あったあった、これで A ボタンする。で、この辺、OK、なんか出てきた化石。化石、これオムナイトじゃん完全に、すごい。あ、なんか ZL ピコピコ光ってる、タヌキマイレージか。
初めてね化石を発見したからタヌキマイルが300ポイントもらいました。そしてこの開拓されてない場所は他にね何があるかちょっと見てみようか。これは、あ、これは貝か。他は何もなさそうだな。この上側にね渡りたいんですけど、上は、上も高飛び棒で行けるのかな。ちょっとやってみるか。あら、上はね高飛び棒じゃ行けない。どうやって行くんだろう。はしごかなんか後でね手に入れることがじゃあできるのかな。それじゃあこの開拓地はまだ何もないから、生き物ね、とりあえず生き物を15匹頑張って集めてみましょう。とりあえず釣りまくる。釣りまくるにはちょっと持ち物を整理しておかないとダメだな。で今3つ買い取ってもらったんですけど、もう少しね持ち物を開けたいから、この博士にね化石とか貝って渡せるのかな、それをね預けていきたいと思います。で博士に話しかける。多分これでね、そうそう寄贈するものがねあるんですよね。で、あ、貝はダメなのか。じゃあ貝って何に使うんだ。売るだけかな。この化石しか無理なのか。めっちゃ反応大きいな。ほほーって言ったよ、ほほーって。で化石はある。まずは鑑定してみる。ディプロドクスの腰。ディプロドクスの腰か。絶対オムナイトと思ったけど。この化石私に預からせてはいただけませんか。まあ寄贈しますか。売ったら高そうだけどねこれ。まあ次に見つけた時はねちょっと売ろうか。ちょっと解説しましょうか。ちょっと解説してもらいましょう。現在発見されているものの中で最大級の大きさを誇る草食竜。はい、今ね検索したんですけどこれです。これでかくないこれ。そしてめっちゃかっこいいんだけど、こんな化石を見つけたピオキング、すごくないこの子。俺だったら絶対持って帰っちゃうんだけどな。リアルの俺だったら。あ、ごめん全然話聞いてなかったこの子の。とりあえず 20m ぐらいある恐竜っていうのは今目に見えたけど、めっちゃでかいよね 20m って。それじゃあ生き物とかをどんどん集めていきますか。まあ、釣りだな釣り。 OK。 で前回の動画で俺もう釣り方は覚えたもんね。ブラックバスかなこれは。動画以外のところでも釣ってて、お金もね相当貯めてきたから、もう釣り方はバッチリなんですよね。よし来た。よし OK。 これは釣れたでしょ。でかっ。スズキか。ちょっと持ち物の拡大したいよね。あ、上になんかあった。上にプレゼントボックスがあった。ちょっと待ってくれ。パチンコ、パチンコ、どこだどこだ。よし、あ、全然違う。全然違う。この辺かな。おりゃ。あー違う、もうちょっとこの辺か。よーし、オッケー。これは何だろう。プレゼントの中身を見てみると何があるんだろう。レザーショートブーツ。え、どんなんだ。身につけてみよう。可愛くはないな。全然可愛くはないな。スニーカーの方が可愛いな。オッケー。よし。これは？これはなんだ？大井川か。よし来た。今日釣りばっかだな。え、これタイじゃない？これ絶対タイでしょ。こりゃめでたい。すげえな。タイこの辺いるんだ。虫もね捕まえたいよね。虫、あ、蝶いる。蝶いるから捕まえよう。おりゃ、オッケー。これアゲハチョウかな。でボトンってなったら釣るタイミングなんだよね。お、これはアジか。魚ばっかだな渡すの。お、なんか新しくないこれ。イシダイか。届かない。ハチが届かない。さっき蝶こっち行ったよね。捕まえよう。オッケー。でかこの蝶、めっちゃでかい。ここの化石が出てくると思うんだけど、どうなんだろう。よし出てきた。え、さっきと一緒じゃない。まだ何かわからないのかな。これはなんだ。お、また化石じゃん。よし、オッケー。新しいの何か来て、でっかいな。カレイか。ヒラメ？
あ、ヒラメか。この魚がまだやってないやつであれば嬉しいけど。お、これは初めてだ。ブルーギル。よしよしよし、これでね、博物館がオープンできるようになると思います。めっちゃ貢献したよ、ピオキング。こんな人なかなかいないぞ。あ、待って、1個足りんっぽい。1個足りんっぽい。マジか。よし、これでね、15種類集まったぞ。よし、来た。手続きに必要な展示品が揃いました。これだけあれば博物館の建設を申請することができる。大急ぎで博物館を開く準備を始める。オッケーオッケー。で、いつ開くんだろう。明日は工事のため不在となります。なるほど、リアル時間だな、きっと。っていうことは明日、明後日ぐらいに完成するのかな。はい、それじゃあね、今日はこの辺で終わりたいと思いますが、髪型のアレンジをマイルで買うことができたんですよね。それをちょっと見ていこうかなって思います。で、鏡を見てみると、確か髪型やっぱ結構増えてるんですよね。ほら、なんかね、可愛いのがあるかもしれない。それじゃあ可愛いのにしていきたいけど、なんかそんなに可愛いのなくない？ありゃ、これ結構ね、気に入ってるんだよね、この。あ、でもこれ可愛いな。なんかお団子とちょっと前髪ちょろんってなってるやつ。どうしよう。あ、ポニーテールもいいね。ちょっと一時このポニーテールにしておきます。なんかこれ可愛い。あ、いいわいいわ、これ可愛い可愛い。まあ、たまにはね、女の子だし、髪型もちょいちょい変えていきましょう。それじゃあ今日のどうもりはこの辺で終わります。まあ、この動画以外にも結構進めていってるんで、また次に実況する時があれば家、そして博物館は建ってるかと思います。それじゃあまたね。